この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたけど大冒険です。というわけでね、今回も、ゴジラ VS の実況やっていきたいと思いますので、皆さん最後の方までご視聴よろしくお願いいたします。平和協定やってるんですけど、重すぎて平和協定になってないね、ただのバグみたいな感じになっていますね。さあ、こちらをどう切り抜けて、仲間を見つけていくかということなんですけれども、誰も平和協定やっていないということでね、まあ多分今回は思いっきりノラだと思いますね。まあ土日で休みの日なので、多分てかあれかな、国を越えても土日は土日なのかな、ちょっと日にちずれてる、時間の差がちょっとずれてるってだけで、あれなのかな、曜日を変わら、おーっと飛ぶねー、バク転で受けたぜ、おー食らったぜ。いや、こいつはやるでいいんだな、こいつはやるでいいんだなこいつはやるでいいんだな重すぎるな、これ。壊さないでほしいな、街。あの野郎。逃がさないぞ。逃がさないぞ。完全に好意で当ててきたもんな。さてさて、どうしたものかな？重すぎる。超重い。やりにくいったらありゃしないね、これね。超絶重い。もう、ちゃっちゃとやっちゃうか、じゃあ。まず、あのメカキンからワンパン食らったので、まずメカキン狙いでいきましょうか。ね、別に壊すなら向こうの方を壊せばいいものを、こちらを壊しに来て、なおかつ俺にダメージを与えてきたということで。まあ確かにね、ちょびっとしかダメージ食らってないが、火種を生んだのはあのメカキングギドラだ。うん。その火種にね、油を注いで、真っ赤に燃やしましょう。バッチバチに燃やしましょう。さーて、どうなるか。スパメカは俺のことスルーしましたね。普通に真横通ってみたけど、重すぎる、本当に。楽しくもなんともね、ここまで重いと。もういや、ちゃっちゃと仕掛けて負けるか、勝つか、どっちかしようか。ヘイユー。いけ、発動。これ来たでしょ。もう俺容赦なしに行く。この重さなら、多分どっちも外人さんだろうし、日本人はいないだろうし、多分俺のファンもいないだろうし、しかも先手もらわれてるのでいいでしょう。お、受け身の構え。受け身の構え取るのがちょっと早すぎたんじゃないか？重っ。相当重いぞ。まだちょっと最後の方ちょきちょきっと食らうはずなんだけどね。いった！ OK, OK。もうさっさと殺してくれ。もはやさっさと殺してくれ。面白くもなんともね。おっと、横に避ければこれ避けれるぞ。避けきれてねー。で、多分メカキンも来るよね。早く反応してくんないかな。これ届かないよな。シュミンって下に落ちるか。あー、いったいった。メカキンには俺が食らった時のダメージよりも多く与えたので。おー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 おおまさかの2対1か。まあこの重さだから別にいいんだが。くそずっとお互い遠距離だな。メカキンは横に行くと。でもスパメカはなんか知らないけど俺のこと粘着してるの、どうしようか。完全に粘着ですね。じゃあスパメカにちょっと行きますね。メカキンさんは、ちゃんと乱戦にしようとしてるので、全然いい方だと思います。スパメカが問題ですね。さあ、どうなる？そこで吠えちゃう。そこで吠えちゃう。ああ、2本くらいしか飛ばないかな。1、2、ああ、1本だけか。でもまだ大丈夫。これが終わっても2本飛べる。おいしょ。向こうから仕掛けてきたからね、これはね。お、昼目、昼目、昼間ないか。どうなるこれ。嘘。あ、でもこれは嬉しいのか、どっちも食らってんのか。俺は
あら、目の前に。おーいしょ。危ない、これは危ない。でもこれ結果的に俺真ん中になるよね。メカキンはちゃんと2体狙ってたので、問題スパメカだよね。いた。で、多分もう一丁ビーム来ると思うんだけど、来るよね、だよね。うわこれ、厳しいね。この野郎、なんかずっと粘着なんだが。厳しいな。これは厳しいぞ。てか、なんかちょっと腹立つぞ。この扱いちょっと腹立つな。ちょっとあいつ狙うね。俺別に悪いことしてないんだけどね。なんかムカつくことでもしたんですかね。謎。おっと、吠えて。それ届く。おー、危ねえ。ギリチョン。ちょっとカッター連続3連続やりたいね。連続で3連続やりたいよ。3連撃くらいやりたいっすね。隙があるときに近づいてやりたいんだけど。お、あれ隙出る。まず近づいて回るか。ここら辺で回れ。で、それ一撃くらいしか俺食らわないから、で、降りた時に、俺がカッター飛ばす。早く反応して、重い重い早くそれビームそれビームこいつ全然食らわないからカチカチになってたと思うんだけど、スティック思いっきり前にやってたよ。はい、はい、カッター、カッター、よし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 、大丈夫、それ俺ひるまないんじゃない？あ、死んだし、HP のなさもう最悪。くそー。ボタン押してんだけど。おっせ！どんだけ回線遠いところと今繋がってんだよ。おー。多分俺が抜けたことによって回線ぬるくなったんじゃないかな？どこと俺通信してたんだ今。久々にめっちゃ上手かったね。バニゴジで行くか。超久々。おーなんだここ早くレディ押せや。準備完了しなさい。Already? Come on! OK! おお、これやばいぞこれやばいぞ、地球絶望だよ滅亡するぞこれ。あれ？ぬるぬる動く。ちょっと待って、平和協定やってみよう。平和協定やったが、B は無視、A は地図見る限り回ってない。ノラの日本人。しかも全員バーニングゴジラ。みんな初対面のことかな。おぉ、何それ、挨拶俺もやる。おぉ、すっげぇ、ぬるぬる。街壊してもこんなに動く。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。うわぁ、花火かって。花火ですね。うわぁ、綺麗。かっこいい。これこそバーニングゴジラ。いや、素晴らしいね。うわ、もう、一瞬にして火の海だよ。うわ、戦ってる、早っ。すげぇ。かっけぇ、バーニングゴジラ。いきなり放射熱線やってきたね。 B だからね、俺じゃないからね、俺 C だから。ちょっとこの人の前、ちょっと、おっと、なんか B すごく暴れる。いって、今やったら A の人に当たってたからな。おいしょはい、君が当たる。おいしょ。で、多分、放射熱線やってくるだろうから。おう、やってこない。おう。何届かないか。あ、うまい。カウンターか。でも、こういうやつ多分、今は逃れられなかったな。うーほ。すっげー攻めてくる。あ、さあ、取れた。うわ。よしよし。で、こっちが吹けば。おーし。悪くない。
よしよしよし、カウントクラどうぞ。よいしょ。おお、まずい。ああくそー俺的に遊びたかったんだけどな仕方ない。まあこれは完全に A の方勝ったでしょうね。あれなんかボタン反応しないの、なんだろう。もうコントローラー壊れた。そんなことねえよな。くそくそ、なんでさっきはめちゃくちゃ重くて、次はなんかすげえ攻撃型な方来たよ。次は何が起こるんだ。じゃあちょっとガジラでいくか。よいしょ、久々かなこれも。おっと、まさかの誰もいない。あれかな、まだ時間みんな揃うまで早かったかな。結構ね、今あの人が揃う。お、あら、銀太じゃんしかもモスラっていうね。おすおす。まあ生放送しないんですかってコメントまた来ると思うんですけど、まあ生放送はそのまあ生放送でも言ってると思うんですけれども、なんか育成する時の怪獣を育てる時だけ生放送していくので。おっと、どうした、キャラクター変えてくるのかなまさかのゴジラ。あ、まあこれで確かにね、初代ゴジラが来てくれればまあ揃うんですけどね。まあ来る確率としてはバニゴジの方がまあ多いかな。おっと、あれ、これでさっきのメカキンとかじゃない。でもさっきのメカキンさん悪い人ではないんでね。うん、ちゃんと俺がね、狙いに行ったにもかかわらずちゃんとスパメカの方も狙っていたので悪い方ではないんですよね。おお、平和協定やってる、よかったよかった、やっと仲間に会えた。なんかさっきからめちゃくちゃだったからなおお、重たい。え、なになになに、もう始まってんの。今当たってたけど、どうした。俺あれ偶然当たっちゃっただけなのかな、どうなんだろう。お、なんかすげえ狙ってっけどなんかすっげえ狙ってっけど、どうした、どうした銀太、どうした、どうした、なんだ、因縁でもあんのか。俺はそいつに因縁はねえんだがどうする、この状況どうする。おお、一応挨拶はするね始まっては情けだけどね。あ、いやでもなんかメカキン食らってる。あー、曇っちゃった、いい天気だったな、ね、うわー、なんかめっちゃ背景悪くなったね。よし、じゃああちらを見ながら。おー、かっこいい。ちょっと待った、これ危ないこれ危ない、上打っちゃう、上打っちゃう、上打っちゃう、大丈夫かな。待って、これ危ないね、ちょっと待ってね。お、来る、お、来る、来たなんか来たぞなんか成功したんだけど、平和協定やはり悪い人ではなかった。そうだ、カメラアングルこれちょっと困るな。こうかな、おー、これは綺麗、ありがとうございます、ありがとうございます。なんで仲間なの君でもなんで初っ端からなんだろう、え、どうなんだろう、わかんねー、リスナーさんなのかな。ちょっと合図やってみるか、やりましょう。おー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 、元気な元気な挨拶やな元気な挨拶やなおぉ。オッケー、一応許可を取れたぞ。で、じゃあ、やるぞ。やるぞ。でもやっぱりこの合図知らないってことは、あ、知ってるんかいどっちやねうわ、うわ。でもやっぱ分かってなさげだよね。やおぉ。これってさ、こっち攻撃したら入んのかな。あ、入らないんだ。あ、つかめ。ほい。ほい。
よいしょ。おわ。お。これ逃れられないんだよな。あー、すげえ、ダブルで当ててきた。うまい。いた。おお。いった。待て待て。ちょ、その羽目はやばい。おうおうおう。すげえ。おお、うまい。おお、危ねえ。危ねえ、今の。うわ、すげえ。やっぱメカキンって強いよな。すげえハメダメージ食らって、俺もう半分以上食らってるぜ。頑張れ。乱戦だけど、乱戦だけど。あー、ごめん。あ、ごめん。わざとじゃないんだ。うわ、お、うわ、めっちゃ食らうんだけど、なんでここそんな食らうか。ナイス。おお、よいしょ。おおおおおお、なんか俺ずっと食らってる気がするんだけど。うわ、痛そう。よいしょ。よいしょー、ちゃんとね。おお、危ない。うわ、間に合わなかったか。おお、ほら。俺が一番ピンチっていう。おお、危ない。よいしょ、これやりたいんだよね。おっと、メカキの方行くか。もうメカキに掴もうとしてるね、結構ね。おお、すげえ。あれ即座にやれば解除できるんだね。おっ、どっちもちょびっと食らった。まっつ、うわっ。つえーってか、勝てんねー。ちょっと勝つまでいいでしょうか。まあこうなったらな、使い手の三種肥料でいこう。俺の使い手は三種気流か、いや、メカキンもね、なかなかいいんですけど、結構キャラの特性がね、なかなか強いんだよね。だからなんか、俺キャラを使ってるんじゃなくて、キャラに使われてるんじゃないかなってちょっと自分で思ってきたので、おっと、あれ、これなんか先ほどの方ではありませんか。モスラの予兆、これなかなかダメージ当たんねえんだよな、こいつな。ちっちゃすぎてな。さーて、どうなるか。てかね、この頃ね、花粉がすごいんだよね、本当に。花粉がすごくて、ね、朝起きて鼻水噛んで、散歩歩いて鼻水噛んでみたいな。お !6 勝しかしてないぞ。ゴジラこの頃買ったんだね。ゴジラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。これからも楽しくプレイしましょう。でもやっぱり、ね、勝率少ない人ってね、結構、挨拶とか、平和協定とか、なんか、遊びってものを知らずに、ただバトルだけしか知らないので、多分速攻攻めてっちゃうと思うんだよね。てかもう始まってるわ。イヴァンコーチはね、もう始まっとるわ。押しかけるね。どうすっか。やらせておくのも、吉だよね。空中で叩かれてっけど。おぉ。じゃあ攻撃されたらやるか。攻撃されるためにちょっと近くまで行ったよね。
おお。でもこれ結構バニゴジ今優勢だね。おお。おっと、あれは隙がめっちゃ出ちゃう。なんかめっちゃ出ちゃうと俺別に下ネタとかそういう感じで言ったんじゃないからね。おお、ゴジラやっぱ強えな。ね、1000。今当たったろ。今当たったろ。おー、華麗にローリングで避けていく。そこを果敢にゴジラを攻めていくが、モスラのカウンターにより隙を突かれ攻撃されるからの突進されるが、ゴジラは身動きできない。で、後ろのビルに当たるとそのままひるんでしまうが、そこでまさかの緊急回避。素晴らしい体内放射ですね。なんか俺が入るまでもなんかいい感じに白熱してるんですけど、ちょっとどうしましょうかね。どうしましょうかねこれね。ちょっと入る隙間がないというか、なんかもう俺のことそっちのけというか、眼中にありませんみたいな感じのね、戦い方してますけどね。どちらとも僕の方一切向きませんね。どうしようかな。モスラすんげえ燃えてんな。これ大丈夫か。果敢に攻めるね。どうしよう。でもぬるいんだよね。あ、ぬるいっていうのは、その、ぬるぬる動くってことですね。まあ、カクカク、重くないっていう感じですね。おーおーおー、放射熱線を防ぎ、自分からタックルしていくモスラの幼虫。おーっと、熱線の爆風にちょっと触れて、ひるんでしまうが、それでも、負けじと、バーニングゴジラの真正面から攻めていく。おっと、でも、あのコンボを食らうか。おっと、そのまま押し切れば、モスラの幼虫勝てなくもないが、おっと、これは痛い。おっと、これは痛いぞ。バニゴジどうする。強攻撃やっても上の方に狙ってしまうので、これはなかなか難しい敵ではあるが、放射熱線を駆使していけば、別に余裕で勝ててしまう相手でもある。おっと、ビルを境目にして、ちょっと先回りしてモスラの幼虫。さあ、ここどう出るかと思ったら、もうバニゴジにバレてまさかの放射熱線。ビルごと破壊。おっと、これモスラの幼虫もちょっと溜まったもんではない。おっと、まさかの突進。これはゴジラ痛いぞ。バニゴジ痛い。ひるんだ。さあ、どうなる。これなかなか熱いぞ。これなかなか熱いぞ。そして、からの、どうなる、どうなる。おお、体内放射で決まったかー。モスラの幼虫沈黙って、俺本当に実況してんじゃねえかい。俺ガチな実況しちゃった今。ヤホー、あ、やってくれと。分かったよ。よく頑張ったね、バニゴジ。君7勝だったのによく頑張った。本当に。あとなんか綺麗な感じに本当のゲーム実況をしちまっちゃったよ。ごめん、なんか今ちょっと噛んじゃったよ。うん。はい、というわけでね。まさかの本当のゲーム実況を今にして、今更ガチなゲーム実況をしてしまったと。いうことで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。最後勝てたしね。うん。ね。本当のゲーム実況しながら勝ったからね。最後ちょっと美味しかったです。ありがとうございました。よかったらね、これからもね、7章のバニゴジさん、これからもどんどんゴジラプレイスの実況、あ、実況じゃねえ、ソフトのね、どんどんプレイして楽しんで友達どんどん増やして、ゴジラのね、ファンの仲間同士でワイワイやっていきましょう。ということでね、ここら辺で終了したいと思います。次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ。